坂井大輔は日本のアイスホッケー選手。ポジションはゴールキーパー。上野拓樹とともに長野県初のアジアリーグプレイヤーとなった。長野県長野市出身。ニックネームはうなぎ。サッカー観戦が趣味。小学生時代に長野イーグルスでアイスホッケーを始める。地元の長野市立裁量中学校では後に、ハイ一。 日光アイスバックス現日本製紙クリーンズの上野拓樹と同期。長野県長野工業高等学校を経て、大学アイスホッケーの名門東洋大学に進学した。一年次から東洋の GK を守り大学二年次のインカレでは、ベスト GK に選出、U2 例日本代表、ユニバーシアード、シニアの日本代表に選出されるなと頭角を表していった。 2009年に大学を卒業した後は同年、アジアリーグアイスホッケーへ新規参入する東北、フリーブレイズへの入団を果たす。2011年夏にアジアリーグの中国所在チームチャイナドラゴンへ、レンタル移籍となった。アジアリーグ時代は、東北フリーブレイズで3シーズン、チャイナドラゴンでも3シーズンの合計6シーズン活躍。2012年2月2日には、境の地元、 長野ビッグハットでアジアリーグの地元外戦試合も行った2013から14シーズン終了とともにチャイナドラゴンでのレンタル期間終了そのまま東北フリーブレイズとの契約も満了となり対談となった対談後は国外へ渡りトライアウトやキャンプに参加するが契約まで至らず帰国し2015年1月に自身のフェイスブックで現役生活委員会を発表した 2015年4月に地元クラブチームの AC 長野、パルセーロアイズホッケーチームのコーチに就任。現在は地元長野で更新の指導、育成に励んでいる。また、長野県アイスホッケー連盟理事及び国体強化副委員長も務める。ありがとうございます。